選択肢がどこが一緒でどこが違うんだっていうことをもう頭に刻み込んでおいて音声を聞くと。はい、こんにちは。こんにちは。今回は共通テストのリスニングの体問の2を解決するたった3つの方法をご紹介します。はい、 SMK の薄井です。 SMK の古田です。はい、まず共通テストのリスニングですね、体問の2の特徴をお話しいたします。はい、その次にこれがうまく解けないメカニズムと対策を学習理論の観点からお話しいたします。動画の最後の部分ではどうしたらいいのか、すぐに簡単に取り入れられる方法を3つご紹介します。そして一番最後に多音無用の最終兵器の方法をご紹介いたしますので、どうぞ最後までご視聴ください。はい、リスニング全部通して30分です。得点配分が16点、結構でかいです。でかいです。はい、形式が小問4つに分かれていて、各小問選択肢4問、場面が設定されていると。はい、場面設定されたリスニングです。傾向です。小問ごとに日本語で書かれている条件に沿った音声が流れています。音声は2回まで聞けるということですね。対問1と対問2まで音声が2回聞けると。対問3から1回になります。対問1の B と同じように、共通点相違点を聞くような問題もありますけど、例年4問目ぐらいに音声が述べている場所を聞くような問題も出てきますので、その場所がどういう特徴を持っているのかを把握するような問題もあります。そうですね、はい、例えばですけど、嫌がってテレビはどこにありますかみたいな、いつかこう場所が書いてあるとね。はい、それでは方法いきます。はい、勉強方法なら SMK。はい、場所問題、場所の特徴に注目。傾向の3つ目でも言ったんですけど、4問目ぐらいに場所を問う問題が出てきます。毎年なので、今年はどうかわかんないですけど、例年そうだったので今年もあるとして考えた時に、4問目で毎回出てくるので、選択肢の特徴をちゃんと掴んで音声を聞き始めることが重要だと思います。そうですね。それから場所を指すような言葉、右側左側とかビハインドとか、そういうのに慣れておいて、センター試験なんかにもありましたよね。本棚があった時にどこにあるか。共通テストの問題だけじゃなくて、センター試験の問題を解くといいですよね。いいですね。共通テストは1回しかないっていうところがちょっと違うので、センター試験を聞いてみて、過去ので、まあ慣れた頃に共通テストに入ったらいいかなとは思いますけども、1回聞くのと2回聞くのはやっぱ違うから。総論でもお話ししたと思うんですけど、音声の速さ的には英検2級のレベルって言ったと思うんですけど、英検2級でそのイラストを問うような問題はあまり出題されてないので、先生がおっしゃったように共通テストではなくてセンター試験の過去の問題を振り返って練習してみるといいかもしれないです、ダメですそれぞれの選択肢の相違点と共通点を音声前に把握、何回も言ってると思うんですけど、今までのこういう問題で。でも何回も言ってるってことは、私は結構重視していたので、選択肢がどこが一緒でどこが違うんだっていうことをもう頭に刻み込んでおいて音声を聞くと。結構パニックになって音声と、ところどころしか聞こえないとかいう時も、違いが分かっていればそこで切れるので、聞こえた範囲で切れる、ということですね。そういうことです。3番目、これは大問2の方法に書いていいのか分からないんですけど、書く場所がないのでここで書きました。大問2までに自分の状態を整える。違う動画でも話した通り、大問1と大問2は結構得点配分が大きいので、それを知った上で臨むって言うんだったら、結構ストレスになってくると思うんですよ。取らないとっていう気持ちが先行して、それが焦りになって聞こえるものも聞こえないような状態になっちゃったので、私は。最低ここまでに自分の耳を鳴らして、耳だけではなくて、自分の体調とメンタルのコンディションを整えてから大門さんに臨むっていうのが、リスニングの共通テストの問題を解く上で大事だと思います。おそらくこの問題の順番も大門1、大門2が2回聞けるようになってて、大門さんが1回っていうので、問題作った方は大門1、大門2で調整してもらって、大門さんから本番だよというようなことだと思いますね。大門さんになったら冷静になれるように、大門1、対問にはまあパーフェクトじゃなくていいので、そこまでに平常状態に持っていくっていうことですね、はい、そうです。では多言無用の最終役です。はい、勉強方法なら SMK。 イラストを見てから音声を聞こう。日本語で書かれた条件を読むのももちろん大事なんですけど、情報をそこから得るっていう点ではあまり意味がないので、条件よりも選択肢となるイラストをしっかり見て、その特徴を押さえてってやった方が音声を聞くときに鍵にもなるので、そっちの方がいいと思います。
ます。なんとなく聞きながらイラストが合ってるかなとかね、同時にやるとなかなかどっちかが漏れてしまったりしますね、はい、で耳から聞く情報っていうのと目でこう反応する情報っていうのは脳の中でちょっと違うので、場所がね、同時に働かせるのは得意な人はいいですけども、一日の最後で疲れてるってこともありますしね、負荷がかからないように工夫するとですね、問題解くときにですね、はい、違うところだけ聞いていればいい、細かいところを聞こうとしてもダメよということですね、はい、合ってますでしょうか。ありがとうございます、はい、で分からないことや気になることがあればコメント欄にてご質問ください。一つ回答させていただきます。今後もこれらの動画を公開していきますので、高評価やチャンネル登録をお願いいたします。やってるんですよ僕らも。通常耳で聞いて情報を判断するときに、頭の中で自分に必要な情報はこれだって聞いてるから聞き分ける、はい、自分の中に何を聞こうっていうのを用意しておくっていうことですよね。病院とかでね、名前呼ばれるときに名前呼ばれるなって思いつつ、薄井さんって呼ばれるのを期待しながら本とか読んでるわけだから、薄井さんって呼ばれるまではこっち集中しててもいいわけだ。他の田中さんとか呼ばれても反応しないわけです。僕は薄井さんっていう音声だけ待ってるから、それが聞こえてきた時に病院で呼ばれたら反応できるわけですね。それと同じことですね。ありがとうございました。ありがとうございました。東海から予備校や塾での授業や参考書での自学でうまくいかない方のために勉強方法を工夫してみようという内容の書籍が刊行されました。先着10名様に差し上げます。詳細欄にありますホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。東海では予備校や参考書で伸びない方のために勉強方法を工夫して指導しております。お困りの方は概要欄のホームページからご相談ください。